On the ice, representing China, Zheng Xin Guo. 1番、郭昌新さん、中国。中国の核精神、ジェンシン・ガオ。4回転2種類を持っていますが、今日はショートプログラム。その4回転は使いませんが、ともかく高いジャンプの力をご覧いただきましょう。18歳、ハルビン生まれの高校3年生。最初はトリプルアクセル、トリプルトーループ、コンビネーションジャンプはきっちりいきました。フライングジャンプシットスピン、ルッツ成功、これが単独ジャンプ。リンクを縦に使うストレートラインステップ、要素はこれで4つ。いろんなスピンを組み合わせるコンビネーションスピン。3つ目のジャンプ、ダブルアクセル、距離が出ています。まず左足、そして右足、いわゆる足換えスピン、これで7つ。ちょっとつまずいた。リンクに円を描きます。サーキュラーステップシークエンス、2分40秒8つの要素を織り込みました。中国の核精神、使った曲はロード・オブ・ザ・ダンス。ステップのところで少しこのミスが一つ出たと思いますが、最初の何しろ高いジャンプ力、回転軸がぶれていません。まっすぐ垂直に上がっています。そしてステップから直ちに行うソロジャンプ3回転、このルッツも余裕を持って降りています。ただいま ISU 規定に基づき採点基準の調整を行っております。得点が出るまで今しばらくお待ちください。規定によって今審判が得点の調整を行っています。この男子の審判はお客様にお願い申し上げます。レフェリーがリン・グレン、 ISU、 そして日本平松純子さんがアシスタントレフェリーです。開会式で役員審判を代表して宣誓をしました平松さんがアシスタントレフェリー。1番からイギリス、ウクライナ、カナダ、ルーマニア、そして5番ジャッジが日本の藤森美恵子さんが務めます。6番ロシア、そしてアゼルバイジャン、アメリカ、フランスという各ジャッジ、そしてサブスティテュートはハンガリーのジャッジが務めています。6点満点で採用します。
第一マーク、2つの得点が出ます。まず最初は技術的な部分を評価します。エレメンツ、決められた8つの要素をしっかり行っているかどうか、正確さを競うもの。それからプレゼンテーションの方は音楽に合った構成かどうか、いわゆる芸術的な部分を見るわけです。さあ得点が出ます。6点満点で5点台の前半、本人首をかしげるのはもう少し出てもいいかなという。ただ滑走順が一番滑走というのは抑え気味になりますが、その一番滑走としてはなかなかいい点が出ています。芸術得点はプレゼンテーションはよくありません。もう本人この気持ちが